おはよう。あれ、ペイ君？え、マリちゃん、違うよ、違う。僕ちゃんとやってたの。で、計画的にやってた。これ大丈夫。あんなに去年宿題が終わらなくて苦労したから、今年はちゃんとやるって約束したのに。いやさ、机に向かうとお菓子が食べたくなっちゃって、お菓子食べちゃうと、あ、ゲームやりたいなって思っちゃって、ゲームやってるとなんか眠くなっちゃって昼寝をしちゃってたんだよ。そうか、誘惑に負けたっていうことだね。私も経験あるよ。それで、あと何ページで終わりそうなの？あとね、100ページ。それじゃあ今日も、しもべやの大冒険、スタート！スタート！マリちゃん、何？お友達から質問が届いてるよ。お、見てみよっか。3、2、1。誘惑って何？僕知ってるよ。最初の人間アダムとエヴァに食べてはいけないと言われた木の実を食べさせた蛇のしたことが誘惑だよね。そうだね。誘惑っていうのは人を迷わせて悪いことをさせることのことなんだよ。誘惑には2つの種類があるんだよ。え、2つあるの？1つ目はね、外から来る誘惑だよ。2つ目は自分の中から来る誘惑だよ。外からの誘惑ね。この前、ねえ悪いことしようよって友達から誘われたんだよね。僕は行かなかったけどさ。そっかそっか、それは外からの誘惑だよね。実はさ、この前お母さんを困らしちゃえと思って悪いことをしちゃったり、お友達に意地悪をしちゃったんだよね。そっか、それはさ、自分の中から来る誘惑だよね。誰でも誘惑に遭うんだよ。イエス様もね、誘惑に遭われたんだ。悪魔が3回もイエス様を誘惑したんだけど、イエス様は祈りと聖書の言葉でその誘惑に勝つことができたんだよ。そっか、じゃあさ、僕も正しいことがしたいって神様に祈って力与えられたら、僕も誘惑に勝つことができるのかな。もちろんだよ、ペイ君。一緒に正しいことがしたいですってお祈りしていこうよ。そうだね。みんなはどう思った？どんな人でも誘惑に遭うし、負けちゃうこともあるんだけど、イエス様は誘惑に負けなかったんだよね。聖書の言葉は僕たちの心を誘惑から守ってくれるんだよ。だから僕たちは祈って力をもらって誘惑に勝っていきたいよね。今日の質問は、誘惑って何？だったね。人を迷わせて悪いことをさせることが誘惑。僕たちは弱いけど、神様に力をもらえばその誘惑にも勝つことができるんだよ。解決。パウロさんはアテネを出発してコリントに行くことにしたんだよ。アテネにはさ、多くの人たちが住んでいたよね。でもイエス様のことを信じる人は少なかったけど、コリントの町はどうなんだろう？コリントの町はね、アテネと同じぐらい大きな町だったんだよ。でもね、町には神様の悲しまれることをしている人がたくさんいたんだよ。わあ、大変だ。
そんな大変なところにまたパーロさんは出かけなきゃいけなかったんだ。大丈夫かな。それがね、パウロさんがコリントへ行くと、アキラさん、プリスキラさんっていう夫婦に出会ったんだよ。その夫婦はね、イエス様を心から信じるユダヤ人で、しかもパウロさんと同じお仕事をしている人だったんだ。そうなんだ、よかったね。パウロさんはそのアキラさんとプリスキラさんと仲良くなったの？うん、そうなんだよ。パウロさんは2人と一緒に住んでイエス様のことを伝えていったんだ。そしてテント作りの仕事を一緒にすることにしたんだよ。そうなんだね。イエス様を信じる人が少ない町でも、神様は助けてくれる人をパウロさんに与えてくれたんだよね。そうだね。その後パウロさんはアポロっていうイエス様を一緒に伝える仲間に出会ったんだよ。アポロさんはね、とってもお話の上手な人だったんだけど、聖書のことはまだあんまり詳しくなかったんだ。だからアキラさんとプリスキラさんはアポロさんを家に呼んで聖書のことをいろいろ教えてあげたんだよ。神様はさ、攻撃をしてくる人が多くても、神様を信じ続ける人には一緒に歩み続けてくれるんだね。そして助けてくれる人を用意して神様の仕事をさせてくださるんだね。そうだね。みんなにも神様は神様を信じる良い友達を必ず与えてくださるよ。ペイ君、今日の暗唱聖句はこれだよ。読んでみて。オッケー。固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。第一コリント15-58。神様はアキラさんとプリスキラさんを通してパウロさんを助けてくださったよね。それじゃあみんなで一緒に読んでみよう。読んでみよう。せーの。固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。第一コリント15-58。今週もこの暗唱聖句をみんなで覚えようね。頑張ろう。マリちゃん。なに？賛美の時間だね。それじゃあみんなで元気に賛美しよう。賛美しよう。今日も主の愛を受けて進もう。私は人
う一回。マリちゃんごめん、僕早く帰って宿題しなきゃいけない。ちゃんと終わらせられるの？うん、大丈夫大丈夫、僕誘惑に負けないって決意をしたから。そっか、ならいいけどちょっと心配だな。うん、じゃあね、バイバイ。ちゃんと終わるようにお祈りしてるよ。それじゃあまたみんな来週元気に会おうね。バイバイ。